続いて白組はビートたけしのモノマネ歴35年の松村邦弘。今回はその集大成ともいえるビートたけし漫談を披露。猫も百種もラグビーだワールドカップだって言ってますけど、まあ我々の世代でラグビーというとやっぱりドラマスクローズなんですよね。山下慎二さん扮する滝沢先生が川浜高校の生徒を涙して殴るシーンは最高でしたね。よく考えてみろ、相手も同じ高校生だろう。同じ背丈、頭の中だってそれほどカラーしないだろ。それがどうして109対0と差がつくんだ。よし、俺はこれからお前たちを殴る。殴られた痛みは3日で消える。だがな、今日の悔し泣きだけは一生忘れんなよ。イソップ、悔しくないのか。僕イソップです。この番組のスタッフもイソップって誰って言ってました。僕悔しいです。イソップ頑張れ。おい出川、お前セリフいつも噛んで悔しくないのか。いやいやいや、俺はてっきり俺は全然、俺はトークは流暢だし全然噛んじゃないですよ。噛んでるじゃないか。ドラマノーサイドゲーム、どうなんだ大泉よ。悔しいです。いや、おいしいです。ドラマの主役が決まっておいしいです。ちょっとよろしいですか。共演者の上川隆也です。松村さんのやる私のモノマネ、クオリティが低くないですか。松村、野球ばっかり見てないで少しはモノマネの練習しろ。おい東野浩二、いつも心がない司会者って言われて悔しくないのか。おはようございます、東野浩二でございます。全然悔しくないのでございます。仕事も順調、お金もガッポガッポ、会社はいろいろありますけども、私は何とも痛くも痒くもないのでございます。おはようございます。